おまけとは、ある商品を購入した際に、その商品の価格を下げたり、サービスとして追加で物品を付ける行為、あるいは、そのサービスでつけた物品自体のことを言う。また、挨拶や言葉遣いなどの商品に対する付加価値がない、セールスとしての行為をおまけと分類することもある。おまけの語源は、おまけの文字通り、店員が客との駆け引きに負けて、 値を下げる行為を指す言葉であったが、後に商品以外の物品を追加する行為なども言うようになった。しかし、おまけの子が全国的に使用されるようになった明確な時期などは分かっていない。大正時代に縁日で売られていたとことなめの工場に、もう一つおまけ、とことなめという言葉があり、その一方で、戦前の工事理にや自演には載っていないことから、 髪型の商人で使われていた言葉が、グリコのキャラメルの知名度とともに、全国に広がったと分析する研究もある。商品に、おまけとして、景品をつけることがある。ビックリマンシリーズに代表されるように本来は、おまけとして付加されたものが社交心を煽り爆発的な、ブームを発生させ、おまけの収集が目的化した例も見られる。値引きとしてのおまけとしては、 商品を量り売りで売る際に一度双方が合意した量にさらに少量を追加するケースや、それから派生して価格そのものを割り引くケースがある。この値引きの期限として正門払いが挙げられる。北原照久は商売の駆け引きで嘘をついた罪を払う行事である、正門払いの前後に商店が大安売りをする風習があり、この文化から値引き商法が発達し、 おまけの文化が発達したと推測している。一方、他の物品を追加で付ける行為としては、店舗で物品を購入時に会計後にサービス券を渡されたり、スタンプカードにスタンプやポイントもらったりする場合がある。これらは消費者がそのポイントを貯めておまけを受けるかどうかを選択することから自己選択型の価格差別と呼ばれるものである。 交換対象によっては、口述のサービスでつく物品としてのおまけにも分類される。缶ビールにお茶漬けのり、メーカー、ミ屋、小売店、どの時点の判断かは不明。ドラッグストアにて、何らかの商品やサービスを購入した際に何らかの物品がついてくることがある。この物品のこともおまけという。このおまけの形態も商品に添付される場合、 商品に添付されるポイントやたり券などを交換する場合などが存在する。売薬版が本来の商品に何らかの物品を追加して販売した早い事例として、江戸時代に富山の薬売りがお得意様に売薬版が日用品をサービスとして置いていった記録がある。当時はおまけの名でなく新物、土産物と呼ばれていた。これらのうち浮世絵版画から派生した 売薬版画はカラーの印刷物が珍しい時代には需要も高く、さらに配布する側にとっても軽量であったため、江戸時代から昭和の初期まで長期にわたり利用されてきた。昭和の初期になると石版印刷が、そして活版印刷が登場すると売薬版画は廃れた。明治時代後期からは富山で流行っていた紙風船もおまけとして使用されるようになった。 タバコカード十九世紀後半にアメリカで紙巻タバコの包装の強度を保つために各種のイラストの描かれたカードがタバコに同封されるようになった。このカードには野球選手、女優、世界の風俗などが使用されていた。明治維新を迎えた日本でも村井吉兵衛や岩谷松平が紙巻タバコの販売を始め村井は海外のタバコカードを輸入しサンライス。 ヒーローにおまけとして封入した。このカードの封入により、村井のタバコは爆発的に売れるが、カードを目的に子供が喫煙をすることが問題となり、未成年者喫煙禁止法が制定される。さらに、封入していたカードのうち、美術ら大河シリーズが、工場領族を乱すと裁判となった。最終的に裁判には勝訴するものの、商品の回収と販売禁止の命令を受けた。 グリコのおもちゃ、江崎グリコの創業者である江崎り一ちは、1919年に、夏季の煮汁に含まれるグリコーゲンからキャラメルを作り、栄養菓子、グリコを製作した。1922年、三越百貨店で販売を開始する。しかし、当時の栄養菓子市場は、大手の森永製菓と明治製菓に占められており、資本金でも1。 100程度のグリコがその市場に参入することは非常に困難を伴った。江崎は販売促進のため前日のタバコカードをヒントにカードや入荷をおまけとして添付した。1927年頃からこのおまけは面子などのおもちゃや大阪造幣局で作られた同性のメダルとなった。当時はおまけと商品が同一のパッケージに入っていたが、 子供たちが手探りで中身を調べる行為を行うことに小売店からの苦情が発生し、おまけと商品を別パッケージに入れる通称、おまけサックが登場した。このおまけサック導入によって、グリコの生産量は2、3倍となり、大きな発展を遂げる。その後、検証商品の導入や、様々な材質でおもちゃが作られるようになった。また、クーポン券の収集により、 商品と交換する制度もこの時期に考案された。太平洋戦争中は、おまけの材質も制限され、1942年には、グリコのキャラメルもおまけが消え配給制となった。1943年には、物資不足から、グリコの生産も停止することになった。戦後、キャラメルの生産の再開を真っ先に行ったのは、グリコである。他の大手である、森永製菓。 明治製菓が配給統制により生産販売に制限を受ける中、グリコは調達できる範囲で材料を集め、おもちゃ付きのグリコを菓子でなく、食品付き玩具として販売した。これは、玩具として販売することで、配給統制による規制をすり抜ける方法であった。1949年11月菓子類の統制が、外され、森永製菓、明治製菓だけでなく、 多数のメーカーでキャラメルの生産と自由販売が始まった。それに伴い1950年グリコのおまけサックも復活した。しかし自由販売後のグリコのキャラメルは必ずしも順調というわけではなかった。これは後述する購買キャラメル、カバヤキャラメルの登場の影響もあった。グリコが成功するのは1956年の 本物の小鳥が当たるという幸運の小鳥探しキャンペーンである。この後も切手、コインなどこれらの収集ブームに合わせたキャンペーンを行っていき成功していった。購買野球カード1947年に設立された購買食品が菓子類の販売統制の解禁と共に販売したキャラメルにおまけとして添付された野球カードがあった。この野球カードは 読売巨人軍の選手のプロマイドとなっており、ピッチャー、キャッチャー、内野手、外野手の計10人のカードを集めることにより、様々な景品ともれなく交換が可能というものであった。野球は、巨人、キャラメルは、購買のコピーで販売したキャラメルは、交換できる商品の魅力もあり、ヒット商品となった。 これらのカードはすべて同じ確率で出るわけではなく、一部のカードの出現率が非常に低かった。そのようなカードの添付が1952年、厚生取引委員会に問題視され、1953年には、購買キャラメルの万引きグループが出たこともあり、不買運動が発生する。その結果、1954年には創業停止となった。カバや児童文庫同じ時期、 登場した菓子メーカーの中には、おまけの工夫により、爆発的に販売数を増やすものもあった。1952年、岡山のかばや食品が製造、販売したかばやキャラメルもその一つである。キャラメルに50点集めることにより、ハードカバーの児童用の文学全集から一冊を手に入れることができるポイントを添付した。当時高価であった児童文学賞、 キャラメルの購入で簡単に入手できるということから学校単位での購入も行われることもあった。しかし、翌1953年カバヤ食品は大きな戦略上のミスを行ってしまう。キャラメルのおまけに新たにカバヤ漫画ブックを交換対象に加えてしまった。これは学校、PTA などの反発を買い、カバヤキャラメルの不売運動にまで発展した。マーブルチョコレートと 鉄腕アトムのシール賞は30年代後半となると、テレビの普及及及び生活水準の変化とともに、おまけの内容も変化してきた。1961年、明治聖火はマーブルチョコレートを発売し、当時の遠いチョコの市場の約9割を独占した。これに対し、森永聖火はおまけ付きのパレードチョコを発売し、 その結果、マーブルチョコレートの市場は大きく減じることとなった。これに対し、明治聖火は1963年からマーブルチョコレートに鉄腕アトムのシールをおまけとして添付し始めた。鉄腕アトムは1963年からテレビで放送が開始されたアニメであり、明治聖火がスポンサーとなっていた。このおまけの添付は大成功であり、マーブルチョコレートは 爆発的な売れ行きを示した。この明治聖火の鉄腕アトムに対して森永聖火は狼少年犬をグリコは鉄人28号のおまけをつけた製品を作っていく。これらの成功はキャラクターグッズの添付が売れ行きに大きく影響を与えることを示した。そして玩具メーカーにこの分野が利益になることを示し日本のキャラクタービジネスの先駆けとなった。 仮面ライダースナックとライダーカード1971年12月末、テレビで仮面ライダーが放映開始されてから約半年後、カルビー製菓から仮面ライダーカードが添付されたスナック菓子である仮面ライダースナックが発売された。このおまけのカードはカードの表面が番組に登場する怪人や仮面ライダーのプロマイドで、裏面にカード番号とともにその説明が記載されていた。 さらに、ラッキーカードを送付すると、カードを収納するバインダーが当たるというものであった。このライダースナックは発売後すぐに大人気となった。しかし、購入後、カードだけを取り、お菓子を公園などに廃棄することが多発し、社会問題になり、カルビー製菓も一人にたくさん売らないように小売店に要請を行うまでとなった。このライダースナックのおまけの成功の原因は、 カードに番号が振られているコレクション的要素、あたりカードの存在のギャンブル的要素、放送直後の情報がカードとなっている、情報的な要素などであると、カード研究家の筒見哲也は分析している。放送直後の情報がカードとなっている原因は、本編の撮影現場にライダーカードの撮影スタッフを派遣し、同時に撮影を行い、1週間で商品に添付したためである。 ビックリマンチョコをおまけとしてシールを封入した歌詞。ロッテが1977年に売り出し、特に1985年発売の悪魔 VS 天使シールは大きなブームとなった。食玩、プラモデルカバーや食品、ビッグワンガム、バンダイ、ミニプラのガム付き、商品、フルタ製菓、チョコエッグのように、プラモデルやフィギュアを食品のおまけにつける食品玩具も販売されている。 自治体による施策自治体が販売価格より高い価値をつけたプレミアム商品券を販売している。目的としては自治体内部での消費を促すため、プレミアム付き商品券とも、また、ふるさと納税の寄付者に自治体が送る返礼品がメディアなどによりおまけ、おまけと表現されることもある。付録は文章などに付随した参考。 補足の意味の文章や図などを示す語から雑誌や書籍に付随した物品のことを示す。語源は新聞に記録物を付けたことである。当時の新聞は災害が発生するとその災害の状況を版画にし付録として添付した。雑誌に付録が利用されたのは明治中期の青少年向けの投稿雑誌である英最新誌である。投稿記事以外を掲載する際に 付録という表現が利用された。また、最初の少年雑誌である、少年園の付録は、読者からの投稿文であり、これらは前述の、文章などに付随した参考、補足の意味の文章や図であった。これが、雑誌に添付される物品となるのは、明治末期頃で、上小一郎の調査では1890年少年雑誌、小国民にすごろくが添付されたのが初めである。 少女雑誌では1906年に少女会にスゴごクが付録として添付された。これらの付録は一時期おまけとも呼ばれていた。この付録が紙のおもちゃやゲーム類として発展したのは大正から昭和初期にかけてである。当初、雑誌内のページが切り取り、加工可能なページとなり、それが本誌から分離したものであると弥生美術館の中川は推測している。これが さらに発展したのが、昭和初期の少年クラブである。少年クラブ編集長の加藤健一は、中村製菓に付録作成を依頼し、船、建物、飛行機などの立体を紙ベースで作成するという難行を達成した。前日の文章などに付随した参考、補足の意味の文章や図を別冊にして、雑誌に添付される物品として同梱した付録もある。 戦争中は出版統制があり、付録が消えたが、戦後、付録は復活する。少年誌では雑誌の習慣化により付録が消えていったが、少女誌では人気漫画家のグッズやタレントの写真など、付録が発展していった。当初、書籍の輸送は鉄道に依存しており、その輸送条件に関しては1897年の大上官布告及び、 その後の国鉄との交渉により雑誌特別運賃制度が決定されていた付録の材質もこの交渉において細かく定められていた。しかし、婦人雑誌などの付録競争や国鉄の赤字体質による料金値上げ、高速道路網の発達により雑誌の輸送手段がトラックに移行するとともにこの内容に対する検討が日本雑誌協会において行われ、 2001年5月には、付録に関する規定が大きく削減、簡略化された。これにより付録の材質にビニールなどが利用されるようになった。しかし、付録の規定の緩和はいくつかの問題を発生させた。一つ目は、豪華付録などの記載により添付される付録が消費者に誤解を与えるという指摘が、厚生取引委員会から行われたことである。二つ目は、 小売書店が行っていた、付録の挟み込み作業が膨大となり、批判が集まったことがある。これらに対しては、日本出版協会が各種の通達を行うことにより対応を行った。商品におまけをつける場合、そのおまけが販売促進を目的にしたものである場合、その金額や形態などに関して、不当形品類及び不当表示防止法に基づき、 公正取引委員会による規制を受ける。その上限額は次のように定められている。従来、一般に商品に添付されるおまけは、送付検証として解釈されていた。しかし、1988年、ビックリマンチョコを製造するロッテは、封入されているシールの出現比率が均一でない、ために、送付検証でなく、一般検証であると、 公正取引委員会から勧告を受けた。また、2005年9月、飲料のおまけであるボトルキャップが消費者の社交心を煽ると、サントリーは公正取引委員会から注意を受けた。この注意は勧告や排除命令ではないため、強制力はないが、飲料メーカーはおまけの中身が見えるように自主的な対応を行った。2005年7月に、 ビックリマンチョコが復刻された際に価格を84円としたのも前期の不当形品類及び不当表示防止法の一般検証に相当するとしたためである。現在の公正取引委員会の解釈では出現比率の異なるおまけをつける場合は一般検証扱いとする運用基準も出てきており時代とともに解釈も変化してきている。付録の場合も 雑誌という商品に添付されるおまけであるため同様の法律の制限を受ける。雑誌の場合、それらに加え、公正取引委員会が平成8年に定めた公正取引委員会告示第34号、雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限を受ける。この規約では、雑誌におけるアンケート、クイズの回答などによる検証の最高額を3万円以下と、 定めるとともに、付録に関しても、編集に関連して、雑誌と一体として利用する教材や、それに類似する物品となっており、雑誌協会では、付録として添付される、アクセサリーなどがこれに当てはまるか議論が必要としている。ありがとうございます。